本日のゲストはプロの侍の亮様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごきげんよう。お初にお目にかかろう。RYO びっくりマーク、 RYO びっくりマークと書いて亮と申します。よろしくお願いします。これは結構ね絡みにくいタイプかもしれないですね。大丈夫だと思います。どんバシバシ突っ込んでください。なんかお侍ちゃんさん思い浮かべますけどもね。いるんですよそういう。あ、ご存知上げております。あ、びっくりですね。あの亮様はですね、侍に特化した株式会社ドゥーザ侍を設立されまして、東大生でありながらプロの侍を職業にされています。あの全然わかんないんですけども。そうですね。全部注釈が必要ですね。何されてるんですか。どこからいきましょうか。まあ、でも私たちのね、あの知り合ったあのきっかけというか、もう今ね、はい、東大生数字持ってるんですよ。いや半端じゃないですよ。結構やってる。毎月のようにいろんな番組で東大生特集最近 いっぱい見ませんか。さんまさんの番組とか、あれも数字めちゃくちゃ良くて、でものすごい東大生の特集がやってるんですけども、その TBS の直撃コロシアムっていう番組でも、辛坊治郎さんと南海キャンディーズの山ちゃんさんがやられてる番組で、東大生を50人集めようっていう番組だったんですね。いろんな50人とりあえず集めたらなんかなるだろうやつでしょうね。そこでご一緒させていただいたんです。で、会社を立ち上げようと思ってましてってことを言われてたんですよ番組中に。で私も会社を立ち上げたいと思ってたんですけども、資料を集める時間がないなと思って、いい人見つけたと思って。そうなんです。僕はその収録のあった次の週ぐらいに僕はもう会社を設立する予定だったので、はい、もう準備がこう滞りなく進んでいったところ、あの帰りの電なんかなんか帰りぐらい帰りの電車で見つけて、あれ侍の人だったと思って、でなんか会社作ろうと思ってます。えそんな人いるのかと。でまあ喋ったら、あ本当だと思って、じゃあなんか1週間後ぐらいに、あの教えてくださいって言って、全部書類の作り方を教えてもらって、この本読んでこうしてみたいな、あの買う本まで教えてくれて、犯行注文するサイトまで教えてくれて、もう手取り足取りです。こういう順番やっていけば一番あの面倒くさくなく、はい、程度だね、できるよ。全部教えてもらって、だから亮さんのおかげで私はあの会社を作ったっていうか、無事に4月21日に設立できました。執着至極に存じます。はい。だから本当にお会いしたのが1週間前だったんですよ。4月21日の1週間前で。そうですね。で1週間でできますかって言ったら、できるって言われたんで、あじゃあやりますって言って、いや1週間でやりますって言われても大体2週間ぐらいかかるかなって思ったら、本当に2週間で。あすごいと思って全部教えてもらったんで、なんかフットワークだけ軽いんでね、なんかいっぱい心配ですけどね、1週間で作った会社っていうと穴がありそうで心配なんですけども、いや本当にありがとうございました、その説は。いやいやいや。で何やってるんですか。僕はですね、3年ぐらい前から、はい、侍を切り口に日本の文化や歴史に楽しく触れるきっかけを作ろうということで、今毎週土曜日に世田谷区に松陰神社っていう、はい、吉田松陰さんの神社があるんですけど、そこで毎週土曜日塾をやったり、先週も山口大学で授業をやったり、で福岡のラジオを出させていただいたりっていうので、まあ、こう侍を切り口に、まあ、日本の文化や歴史の魅力をっていうことを軸にいろいろやってます。山口でとか何話すんですか。山口では僕はあの大学に行って先生として呼ばれるところですよね。普通に授業だったんですよ。えその授業を持ってるわけではないですよね。なくて、なんかそのアラカルトでいろんなゲスト講師の方を呼ぶな、政治の会、それこそ経済の会みたいとかいろいろある中の、歴史っていうので、まあ、なんか去年できた国際総合科学部みたいなところだったので、はい、まあ、新しい取り組みをやってらっしゃる中で、まあ、海外に行く人がよく日本の海外に行ったら日本のことあんま知らなかったってことに気づいたみたいな話あるじゃないですか、はいはい、っていうのもあって、まあ、100年前に書かれた新渡戸稲造さん5000冊の新渡戸稲造さん書いた武士道っていう本の中身と、まあ、新渡戸さんどういう生涯をこうやっていて、まあ、日本で初めてグローバルに活躍した人なので、まあ、どういう人生だったのかなって含めてお話ししてきました。あ、吉田松陰の話じゃないんですか。そうなんですよ。僕は松陰神社で塾やってるので、山口って言って、なんで新渡戸稲造の話だと思って、初めに呼んでいただいた時、やっぱその山口の歴史をよその人が語ることによって、地元の人が、あ、自分たちいいもの持ってるんだって気づくってパターンよくあるんですよ。ね、なので、そのパターンで山口の方に呼んでいただいたのかなって思ったら、全然なんか国際的なのがいいみたいな。
いや吉田松陰国際的だって主張しなきゃダメだよ。何折れて認めなそうやってそうなんだ。吉田松陰日本作った人じゃないですか。いやいやそうなんだって、まあ、確かに松陰外国行ってないしな。ペリーの船に密航しようとしたぐらいだしなと思って。あれ面白いですよね。まあ、多分また年内に2回目、今度は吉田松陰先生の話で読んでいただけるかなっていう感じで、まずはちゃんとこうお話ししてきました。めちゃくちゃ盛り上がって、3、40分オーバーしたんですけど。いやいやダメじゃないですか。大学の授業誰もあの最後の授業だったので。あそうなんです、ね、結構自由度高めですよ、ね、結構私も行きますよ。ちょっと行ってくださいよ。選挙の授業必要じゃないか。行きましょうね。一緒に行ったら多分もう5時間ぐらいになりそう。行きましょう、稼ぎましょう。はい。タッグを組んで。なプロの侍っていうのは どういうことなんですか。いや初めは僕侍転職、素人の侍とか。いやいや、まあ、今日からやりますって言ったら僕素人の侍になってしまいますからね。足軽からになってしまうんですけど、はい、素人の侍は足軽なんですね。そうですね、足軽ですね。やっぱ、はい、とりあえず格好だけするとか足軽なんですけど、はい、僕あの侍転職する前はプロのミュージシャン。転職なんですね。やっぱ転職したんですよ、はい、それまではプロのミュージシャンやってたんですか。目指してやっていて、であのずっとバンドのボーカルを作詞作曲編曲と全部やって、はいはい、いつか武道館でライブやるぞ、東京ドームでライブやりたいと思ってこうやってたんですけど、なかなかうまくいかずで、休学してこうやってたんですけど、もうなかなかうまくいかず、はい、でもいろいろやっていく中で、まあ結構大きい、大きい、まあ、300人ぐらいの老舗のライブハウス一回やって、すごい。それで、でもそれでちょっとなんか音楽性がやっぱ分かんないみたいな。300人集めたのに。いやでもなんか分からないみたいな。300人に失礼ですね。一丁前に活動休止したんですよ。へえ。で、まあ、全然これうまくいかないの違うなと思って、で中でもともと小さい頃歴史が大好きだったので、うん、まあ、幕末の本とか読んだところ、あの志っていう字は侍の心と書いて、武士の死の心と書いて、うん、志、それ世のため人のためだと、武道館出たいは自分のことしか考えてなかったと。おお、なるほど。そう、人生を変えりまして、それからなんかもうちょっとじゃあ人の役に立つことをしようかなってところで、あ、じゃあなんか歴史も大好きだけど、侍だと人の役に立つの、これいないぞと。で、あの歴史嫌いとか、はい、日本の文化言うてあんま知らない、おもてなしおもてなしってみんな言ってたけど、じゃあおもてなしがどっから来てるか誰も知らないぞと、ことになんか問題意識を感じて、じゃあこの魅力を僕は伝えれるんじゃないかなってことで始めました。へ、おもてなしどっから来てるんですか、私もわかんない。おもてなしの文、じゃあおもてなしが一番詰まってる日本の文化って何でしょう。大学に絶対あります。大学にサークルにあります。女子校とかも多分ある。おもてなし、なんだろう、おもてなしの文化が詰まった、日本のおもてなしが詰まってる。茶道。茶道なんですよ。茶道なんですよ。茶道なんですよ。茶道といえば誰ですか。茶道といえば有名なおっさん、おっさん、おっさん、利休。千の利休。千の利休は誰に仕えてたかっていうと、はい、豊臣秀吉さんに仕えてて、はい、まあ、織田信長さんがお茶をこう取り入れて結構メジャーにして、はい、そうですね、まあ、それを秀吉さんがこう、はい、のと時代に千の利休さんが大成させたんですけど、はい、でその千の利休さんの茶道と、はい、おもてなしがどう結びつかっていうと、はい、まあ、じゃあ僕ら武士だと、私武士だとする、武士だとしましょう仮に、はい、でまあ一緒に、じゃあもともとが茶道、お茶っていうのは武士が飲むものだったんです、はい、一般ピーポー飲まないで、やらないですから、はい、おしゃがしかしないですから、はい、でじゃあこうやってる時に、はい、じゃあいつ死ぬかわからないと、はい、でこうお茶をこう飲む時に、うん、適当に、あ、座っといてみたいな感じで適当に扱いますかと、うん、いつ死ぬかわからない、はい、最後かもって思えば相手のことをもう精神性心を込めて相手に合わせてこうおもてなしをするっていうところから、茶道と武士の精神が結びついて、おもてなし、お茶の言葉でありますもんね、一期一会って、一期一会、一期一会って茶道からですもんね。一期一会、そうなんですよ。もう一生に一度しか会わない、会えないかもしれない、だから心からもてなそうと、もてなそうって。なるほど。そう、意外とだから教科書に載ってるぐらいな有名な人のことをつなげると、このおもてなしっていうのもそれ知ってて、うん、おもてなしって言ってるのと、ただおもてなし、おもてなしって言ってるのとだいぶちょっとなんか違うじゃないか。確かに全然違う。面白いですね、そういうこう豆知識というかっていうのとかをこうやったりしてますね、はい、いいですね。なんか聞きに行きたいな。ぜひぜひ。毎月松陰神社ツアーを毎月やったりしているので。それは誰でも行けるんですか。春日さんも全然歴史のことを知らなくても、はい、小3ぐらいの日本語能力があれば楽しめる、はい、歴史の面白さと、まあ、どうやって好きになったらいいのかな。東大生の小3の能力って結構高いんじゃないですか。いや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 普通の小3の子結構来るんです。大体毎回一家族ぐらいこの家族行事みたいな感じで来てくださる方がいて、はい、あ、そうなんですね、はい、お母さんが行きたい、で息子もなんかぜひ、ね、はい、これを機にみたいなノリで。有料でやってるんですか。有料、もちろん有料でやってます。いくらなんですか。2000円です。あ、でも
庶民プライスですね。庶民プライス、そんな貴族レベルじゃん。なんか行ってみたいですね、はい、楽しそう。そのドゥ・ザ・サムライを設立した経緯っていうのはどういうことなんですか。あ、そう、会社にされた。それで、まあ、初めこう侍から侍転職、はい、バンドマンから侍転職して、はい、まあこう、まあ、自分がいいことやってると思ってる頃やってたんですけど、はい、まずそれ食べていけるとは全く思わなくて、その職業あると思ってなかったので、はい、でもともとファッション部士、まだ認めてないですよ、ね、あの認めたみたいな、世間が認めてるみたいな、やめてください。そうそうです。ファッション部士とかって始めたんですけど、はい、だんだんこうやっていくうちにこう塾やったり世の中に呼んでいただいたりだとか、はい、そのイスラム教のハラールフードの PR をこうお手伝いしたりだとか、あ、いいですね、それをやっていく中で、あ、食べていけるぞってことに1年ぐらい前からなって、意外となんとかやっていけそうだなっていうところから、もうじゃあ侍だけで食べていけるイコールプロの侍だと言っていいだろうと。あ、そのプロは飯が食えるの。飯食べるか。いや、バンドマンでもそうじゃないですか。誰も思ってなかったんですよ。そうです、そうです。バンドマンも一緒じゃないですか。あの、食べていなかったらアマチュアですけど、はい、もうそれ食べていくなったらプロのミュージシャンって言えますから。いや、そうなんです。じゃあメジャーデビューとかじゃないですか。別にね、食べていけたらあれですからね、はいはい、なるほど。っていうところでプロの侍になりました。いや、じゃあなるほど。バイトをしているエルシャラ・カーニーさんとウエストランドさんはプロじゃないと。プロじゃないかもしれない、かもしれない。まあ、言い方によりますけどね。で、まあ1年ぐらいプロの侍こうやってきて、はい、で、まあ、だんだんこうやっていくうちに、すぐいろんな人がこう、初めはですね、不助死にしか受けないよって言われて始めたんですよ。はい、でも意外といろんな方に応援していただいて、いや、歴史はね、お金になるコンテンツだとは思いますけどね。歴以上とかもいるし、歴史好きな人多いですしね。そうなんです、意外と多くて、ね、なんか手伝ってくる仲間もたくさん増えてきて、うん、でもやることないみたいな。あ、なるほど、うん、でもね、政治とかねのよりは、政治は本当にお金にならないので、なんかだとなんか大変そうですね。もう歴史もそれなりになんかこう思想がなんちゃらとか、それとも、いやいや、歴史はね、また好きな人とかもいるし、そうですね、政治を、そうですね、勉強になるとも言えるし、でもなんか音楽やってたらそれこそなんかそのいろいろ新しくできそうですけどね。流行ってません？本能寺の変とか。本能寺の変ずっと歌ってますよ。その来てくれた子とか、はい、本能寺の変の替え歌を作らされたり桜田門外の変教えてあげてキャッキャ言わせたりね。なんかプロのね、音楽ができるんだったらそういうね道とかもありそうですけどね。そうですね、もともとは侍に転職したすぐはやっぱやろうと、はい、歴史の魅力伝えようと思ってもやれることないので、はい、とりあえずやっぱ曲作るかと、うん、侍の曲作って、はい、で MC でそれこそ一期一会の由来とか話して、はい、で、侍が団子屋の小娘に一目惚れをする一期一会の 歌とか歌ったんですけど、面白い。で意外と受けてたんですけど、だんだんなんか、秋葉原の歴史の話してくださいとか言っていただいて、はい、で歌はできた、歌っても大丈夫ですよぐらいの、はい、他の方は歌われるんですか、誰も歌わないです、じゃあ大丈夫です、ね、なっていって、歌大丈夫、 MC もっと聞きたいみたいになっていって、話が中心になっていったっていう、ね、結構そのビジネスマンなんですね。ね、需要に合わせて歌いたいんですけど需要がないんですよね。ありそうです。なんか他にすごい流行ってる歴史のなんか縄文時代の歌を歌ってる人いません？あ、歴史さんとかね、すごい流行ってるって聞いたことあるんですけどね。今じゃあ歴史ブームなんですかね。結構来てますね。あと着物とか含めて和っぽいものブームっていうか。だっていつも格好はどういう格好されてるんですか？収録で週に6日間は着物和服を着てます、はい、すごい。今日はどういう、今日はこれデニムの着物です。なんかその着物っぽいんですけど、そうなんですよね、生地がおかしいんですよね。デニムです。もう着すぎて普通のやつ着てるとまた普通のなんかいつもそれだねみたいになってきて、はい、なんかでだんだんこのもともとロックな部分が溢れ出してきて、はい、ちょっと新しいデニムの着物を着てこれなかなか売ってないんですよ。作ったんですか？あ、でも売ってるお店があって、そこにいろんな、どういうの売ってるんですか、そういうお店？男の、はい、男性の着物ってやっぱなかなか少なくて、はい、でその男性の着物を取り扱ってる専門店に行って、あ、こういうのもデニム着たいみたいな。デニムの着物を買わないですよね。やってますね。外人の発想ですけど、なんかプロの侍とはね、なんか思えない感じですけど、ね、いや、やっぱ今風にアレンジしていかないといけないんですからね。一番好きな人誰なんですか、歴史上の人物で。一番好きなの前田として吉田松陰です。いやいやいや、今なんか2人いました。じゃあ会えるんだったら誰がいいですか？会えるんだったら会うのか、
会えるんだったらつんくさんに会いたいですね。いやいや、ただのミーハーじゃん。急に。いや、やっぱね、実現可能性考えちゃう。急に。前田敏さん会ってもちょっと、なんか、もう想像してみたら、だって僕現代の人だし、全然話合わねえだろうなとか。いや、そこは吉田松陰って言ってほしかったですけどね。吉田松陰先生に会ったら、ね、多分年あんま変わんないです。29歳で亡くなってるんで、あんま年変わんない。今おいくつですか？今26。あ、結構東大にいるんですね。そうなんです、長いそうなんです。理由があって、はい、東大もともと岐阜県出身なんですけど、はい、ちょうど今日岐阜新聞にも取材していただいて、そうなんです、岐阜新聞に載ったんですけど、岐阜出身なんですけど、もともとやっぱミュージシャンになりたいと思った時に、はい、東京、いや江戸を目指さなきゃいけないという時に、はい、いやいや間違ったじゃないですか。江戸目指すと、いや東京、東京ドームって言おうとしたら、東京でもいいですよ。江戸を目指そうと思った時に、はい、こういろいろ考えた結果、東大っていうのは僕は利家と待つっていう昔大河ドラマがありまして、加賀百万石の前田利家さんっていうその人の話なんですけど、それを大河ドラマ見てめっちゃ歴史好きになったんですよ。で大河ドラマがきっかけだったんですね。そう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 、それで、その東大のキャンパスっていうのは、その前田さんの子孫の屋敷跡にできてて、それ昔から知ってたので、あ、なんか勝手に前田利家のとこ行けるしみたいな、ノリで、ノリで、あの東大入りたいなと思って東大入ったので、それぐらい好きな場所なので長いこといるっていう、ノリで入って入れるっていうのが、やっぱ1年浪人しました。ああ、そうなんです、宮本武蔵みたいな感じでこう浪人して、いちいち例えないでください歴史上の人物浪人悪くないから。へえ、面白いですね。なるほど。なんかこうドゥーザ侍でこういうことやっていきたいなみたいな活動とかってあります？今一つや、あるのは、まあ、ある地域、はい、町をですね、はい、こう、まあ、地方創生いろいろある、はい、ありますけど、はい、で中でなんかみんな大体ゆるキャラ作ったりだとか、なんかこう新しい商品作ったりとかなってるんですよ。僕はでもそうじゃなくて、その町にしかないものってやっぱ歴史だと思うんですよ、うん、その町にしかないもの、歴史、うん、その町の歴史なので、はい、まあ、その歴史を、その町の歴史を切り口にしたその PR だったり、その魅力を伝えるお仕事をやっていきたいなっていうふうに。あ、これは需要ありそうじゃないですか。今地域活性のなんかそういうプロデューサー的なコンサルみたいなの行政とやってる人って結構いるじゃないですか。でもできる人がいないって言って、私の知り合いが海士町、はい、島根の海士町って今国がもうこのロールモデルをぜひいろんな地域でやりましょうっていう、そういう指定になってるんですけども、海士町の高校からなんか地域活性をやりましょうってやったそのプロデューサーの人がいて、その人も今全国で引っ張りだこで、なんかそれは高校からこう魅力を伝えるっていうので、例えば都心でいじめられた子とか、はいはい、もうなんか生きる希望を失ってる子とか、あと勉強に集中したいけど遊ぶ環境いっぱいあるじゃないですか、まあそうですね、誘惑がみたいな子が、じゃ島留学しませんかって言って、島に留学してその豊かな自然の中でなんか育ったらいいんじゃないかみたいなので、島留学っていうのをやり始めたら結構人気になって、それをなんかいろんな地域でやりましょうみたいな。あ、同じモデルで、なんか山だったりいろんなところ で、 そうです、ね、いろんなところから来てるっていうのをやってる人がいるので、それをなんか歴史で切り口にするっていうのは面白いですね。観光産業とかもね。そうですね。なんか具体的にあります？ここの地域の例えばこれを生かしたらうまくいくのになと思ってたりとか。単純にやっぱり今一つそれは野菜ジュースとコラボしてっていうのが一つやってたりするんです、はいはい、その地域で野菜をただ売ってもしょうがないので、うん、その地域の歴史と結びつけてとかやってるんですけど、他にはそれはどことかって言えます？場所とか。あ、いい、まだまだ未発表。でも僕やっぱ地元が岐阜県多治見市っていうところなんですけど、はいはい、日本の陶器の半分ぐらいは そこら辺で作ってるんですよ、そ の、 あの地域一帯で、でなのでやっぱでもなかなかその地元の人は多治見って日本一暑い町っていうので、埼玉の熊谷と一時争ってた場所なんですけど、っていう方をなんか押そうとしてて、でもそれ高知県の四万十市に抜かれてしまって、なんかもう2位か3位ぐらいになってて感じなの、いやそっちじゃないだろうと、その安易な方じゃなくて、もともとあるその陶器だったり、じゃあそこの陶器ってものはもう芸術でもあるので、そこの精神性みたいなところも含めて、自分の生まれ育った場所なんですけど、やっぱ地元のお仕事はしたいなっていうのはありますね。いいですね。なるほど、陶器が面白いですね。そう、最近この前陶器作りも体験してきたりだとか、はい、なんかそれ普通のなんか侍とか関係ないいや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 、なんか修学旅行生の感想みたいな急に聞かされたんですけど、古田織部っていう人がいまして、千利休さんの弟子の古田織部っていう人がいるんですけど、はい、まあ、その人武士でありながらもそのロックな陶器をこう、はい、作ったりしてた人なので、はい、そこに僕はもともと音楽もやってたので、まあ、武士でありながら芸術にも弾いてたいと。なるほど、はい、
結構ミーハーの侍ですね。ミーハーですね。かなりミーハーですね。わ、はい、かりました。もうなんかすごい面白くてね、もっと お話したいんですけども、そろそろお別れのお時間となってしまいました。何かあのお告知などありましたら。そうですね、でもそのツアーやってらっしゃるんですよね。はい、なのでそうですね、ひらがなで片付けナッシング、はい、あの感謝の気持ちを伝えるときは片付けナッシングっていう曲もカラオケ上がってたりするんですけど、片付けナッシングでツイッター検索してもらうと、まあ、大体僕しかつぶやいてないのですぐ出てくると思うので、はい、ぜひツイッターフォローして、あの覚えやすいですね、情報チェックしていただけたらなと。あのちょいちょい侍っぽいこともつぶやきますし、ちょいちょい結構つぶやいてますし、疲れてくると、夜疲れてくるとやっぱりどうしても、はい、あの下ネタが多くなってしまうっていうのをそのやめてって言われたりしています、ね、なんか発想がなんか昭和のおじさんみたいなね20代の戦国のおじさんって言ってください戦国のおじさんわかんないわかりました、ありがとうございます。そしてですね、この番組では番組に関する感想やゲストへの質問を募集しております。宛先は7@hypersports-mw.jp です。またツイッターでもハッシュタグ考えるお嬢様をつけてぜひつぶやいてください。詳しくは番組のホームページをご覧ください。というわけでですね、あの先ほど私も告知させていただきたいんですけども、八代優さんが出てくださったライブがあるんですけども、そのライブ毎あの2ヶ月に1回やってるんですけども、次回6月5日、7時から開催します。ゲストがニッチェさんとなっておりますので、あのぜひぜひいらしてください。次週はですね、パーソナルイメージスタイリストの、サミゾナルミ様をお招きしお話を伺いたいと思います。というわけでこれからもよろしくお願いします。本日のゲストはリョウ様でした。それではまたごきげんよう。片付けなし。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは、シューベルト。